リトとルナでアキルナです。はい、はい、ということで本日も動画撮っていきたいと思います。ですね、前回の動画ではね、我が家の爬虫類たちはうなぎを食べなかったんですけど、このうなぎですね。はい、美味しそう。はい、で、今回の動画なんですけど、このうなぎちゃんたちを我が家ワンズにね、あげていきたいと思います。実はね、うなぎってワンちゃんにとってもとても栄養素が高くて体にいいっていうことなんで、この子たちをさばいて、まあそのまま焼いて我が子たちにあげていきたいなと思います。で、ルナってうなぎさばけないでしょ。さばける。さばいたことはないけど、マネージャーがね、結構さばけるんだよね。料理得意なんですよ。だからまあマネージャーとルナで調理をしてもらって、まあそのままうなぎを頬張ってもらおうかなと、みんなに、ね、うなぎを頬張る、そのまま行ってもらおうかなと思います。はい、それではレッツラパーリーピーポー。はい、じゃあですね、うなぎさんを氷で出身させてるので、だいぶ弱ったかな。これからじゃあちょっと暴れられたら困るな。頭を代用でね、アイスピックで刺した状態のままさばいていきたいと思います。どこ刺すの？ここら辺です。いきます。ごめんなさい。で、うなぎは関東と関西では腹から開くか背から開くかみたいな。へえ。お、ちょっと血が出た。ここで普通のあれと違うけど、魚と違うけど、あれがないですよね。難しいんだやっぱり。ちぎれる。通らない。小さいから通らないんですかそれ。いや多分包丁切れないのかな。包丁変えてきました。結果開いたんですけど、マネージャー包丁が切れないからといって最終的にこのハサミを使って開きました。ちっちゃいから切りづらいっすよね。うん、そう、身が薄いから余計に切りにくい。すごい覚えてる。で、じゃあ続いて2匹目3匹目と開いていきましょうか。はい、じゃあある程度サバいた？サバいたかな。素人にはまあ難しい。で、気持ちはさばいた。で、これをじゃあ焼き焼きしてワンズたちのトッピングにしていきたいと思います。はい、じゃあうなぎさんたちを焼いていきたいと思います。動いた。まだ生命力。はい、切り終えたので先輩順から上げていきたいと思います。はい、切り分け。お座りは？お座り。待ってよ、待ってよ。よし、かわいい。
Thank you. Better. はい。いや。どうぞ。お食べになって。Better you. Better. Leave you.マイカ。ぬだれたらだらじゃねえすか。ありがとうございます。よだれがすげえ。バイグリ。オリーブ魚だけほとんど食ってる。やっぱ一番正しいのはどれか。チャンネル登録お願いします。それではじゃあ次の動画でお会いしましょう。オブリガチャ。チャンネル登録よろしくね。